よっ、毎度。自転車乗る方の日常乗り自転車、簡単カスタムの時間やで。おー、気に。で、ワイの自転車。カゴをつけて、この照明の位置を変えたとこまでお届けしたんやけど、今回はワイの提案や。シートを変えたらどないやっちゅう提案やで。これやこれ。これがブリヂストンのクエロについとった純正のシートや。これならやっぱこのボディにも合うちゅうデザインやないかい。デザインやし乗っとって、前はこれはなかなか気に入っとったんやけど、ある日見たら破れとるやないかい。破れとってこれはあかんのやないかと思って乗り続けとったんやけど、なんか乗り心地がちゃうな思ったら、ラオよう見たら割れとるやないかい。これは変えなあかんな思って、釣りしてる人がこっち見てんだけど。よう見たら裏が割れとるやないかい。これはもうこのシートは変えなあかんないうことで、買ったのがこれや。これアマゾンで買うたんやけど、1360円ぐらいやったかな。そんなもんやったと思うんやけど、なぜこれを買うことにしたかいうと、まあレビューとか見てお尻が痛くならん、このまあ実際届いて触って弾力性がかなりあって、これは大丈夫やっていう気はしたんやけど、まあ実際乗ってみるとそうでもなかったんや。そうでもないんかったんで困ったかっていうと、まあでもこれせっかく買うたんで使おうやないかいうところでおるんやけど、自転車の工具やら何やら置いてあるところを探ってみたら、段ボールの中にこのシートが入っておったんで、今これを付け取る。これがお店で1180円とかそんなもんやったと思うんやけど、これはやね、これもお尻が痛くなりにくい弾力性のあるシートなんやけど、見てもらうと分かると思うんやけど、結構こう斜めになっとる。斜めになっとって乗り心地がいいかっていうと、そうとも言い切れんのやけど、せっかく買うたんでこれから買ってこうかなと思って、こっちの買ったもんはしばらくお預けにしとるんやけど、まあ今回の動画でわいが何を言いたいか言うたら、お店行ってもそんなに置いてないもんやと思うんやけども、ウェブのショップを見るといろいろ見ることができよう。そしてこんな安いもんかと、まあ1000いくらとかのがかなりあるんで、まあいいものだったら3000円以上のがやっぱおすすめなんやと思うんやけども、まあ思っとったよりも安い値段でいろいろ出とるんで、試してみるのはどうかなと。それで気分がちゃうでちゅうことをわいは今回の動画で言いたかったんや。どや、まあ1000円ちょっとなら買うて、まあその時の気分によって買えるのもええし、まあどこまで行くかによって結構まあスピードが出そうだとか、まあテンション上がるチートもあると思うんで、探していいのがあったら買って変えてみたらどないやっちゅうのが今回のワイの動画や。どないや。チャンネル登録をよろしく頼むで。この動画良かったと思ったら高評価のボタンをクリックや。よろしく頼みます。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。自転車乗る後の日常乗り自転車、簡単カットの動画やった。毎度あり。それでもこれは楽しいノブビュー次の動画になっとるんで、また楽しいノブビュー見たってや。ほなこの浜辺からサイならや。ちょっとすり戻るんですけど、この先にですね釣り人の方が1名いらっしゃって、かなりここで何やってるんだみたいな感じで見られてます。こういうとこで動画撮ってます。わかるかな。あっちにですね今日はローカルの人だと思うんですけど、相当うまいサーファーが2人入ってますね。相当うまいです。じゃあまた次の動画でお会いいたしましょう。